ここは JR 九州の鹿児島中央駅。歓迎ムードがすごいなと思っていたら、指宿の玉手箱が入線してきました。今回はこの列車に乗るわけではありませんが、せっかくなのでお出迎えをしました。この列車はデビューから10年経ったそうです。煙がすごいですね。まあ玉手箱というのでこういう演出をしているのでしょうか。今回紹介するのは36+3という特急列車です。 JR 九州の観光列車として787系を改造しました。車内がとてもすごいのでじっくり見ていきましょう。幕もフルカラー LED に変えられています。そもそも見た目のオーラが違いますね。では豪華すぎる車内に入っていきましょう。こちらがグリーン車の座席です。この列車は全てグリーン車です。この座席柔らかくとても立派な座席です。そしてこんな感じにブラインド代わりに何でしょうかね、これ障子といった方がいいのでしょうか、そういうものが取り付けられています。そしてデッキを通り抜け4号車のマルチカーというところに来ました。まあフリースペースみたいなところですね。こちらには関連の本が置いてあります。そしてこれ電車と言っていいのでしょうかね、なんかもうそう思えないような内観をしています。とても豪華な作りです。3号車はビュッフェです。こちらではグッズや軽食などのサービスが行われています。1号車と2号車はグリーン個室です。グリーン個室は以前きらめきで乗ったんですが、そのグリーン個室は全然違うような車内だそうです。今回はあまり実際には見ておらず、写真で見たので実際にどうなのかちょっと分かりづらいところもありますが、では鹿児島中央を発車します。皆様進行方向左手ホームをご覧ください。本日は駅舎員が皆様をお見送りに参りました。どうぞ皆さんも車内からぜひ手を振り返してくださいませ。今日はディスカバー九州エクスプレス36+3にご乗車くださいましてありがとうございます。36+3は九州のすべてがぎゅっと詰まった走る九州といえる列車です。この列車の36+3は世界で36番目に大きい島九州を5日間にわたり35個のエピソードを乗せて走行してまいります。お客様ご自身に36番目のエピソードを語っていただき、驚き、感動、幸せをお届けします。お客様、地域の皆様、私たちが一つとなって39、サンキュー、感謝の輪を広げていきます。今日は鹿児島から宮崎を結ぶ黒の道です。黒色にまつわる7つ目のエピソードとともに36+3での旅をお楽しみください。仙岩塩と大地の黒桜島についてご案内いたします。この先進行方向左側には世界文化遺産に認定された旧集成館機械工場と仙岩塩がご覧いただけます。島津家第28代島津成明によって製鉄、造船、紡績などの集成館事業を展開し日本初の工業地帯として注目を集めました。また仙岩塩は
目の前の桜島を山に、錦江湾を池に見立てて作られており、雄大な景色をお楽しみいただけます。右側に見えます桜島は大正3年の大噴火により完全な島だった桜島と大隅半島が陸続きになりました。その際、荒御社神社にある3メートルの黒髪鳥居は火山灰で2メートルも埋もれました。車窓前面に広がる錦江湾は年間を通して暖かく、酸素をたくさん含んだきれいな海水で、主にブリとカンパチの養殖が行われています。こちらにはコンセントがついています。コンセント Wi-Fi 完備です。先ほども少し紹介しましたが、あのようなエピソードを聞いてゆっくりのんびり過ごします。前の座席のところにはメニュー表があります。せっかくなんで見ていきましょう。オリジナルグッズ、そしてあとはなんか軽食等のメニューが書いてあります。あとはスイーツとかも売っていたのかな。テーブルはこんな感じです。結構広いんですね。まあ折りたたみ式なんですけど。この列車は九州を5日間かけて一周します。今回僕が乗ったのは金曜日コース、鹿児島中央から宮崎です。パンフレットのようなものがもらえます。このパンフレットに3つのスタンプを押していきます。乗車記念スタンプ、大隅大川原駅でのスタンプ、そして青井岳駅でのスタンプです。そう、普段は特急が止まらない駅にこの列車は止まります。これもなかなか36プラスさんの醍醐味なんじゃないかなと思います。座席も快適、そしていろんなサービスも受けられる。本当に最高です。美しい黒についてご案内いたします。鹿児島には黒瀬陶磁と呼ばれる焼酎職人が存在します。焼酎需要が拡大した昭和の頃は約300名の黒瀬陶磁がいました。機械化に伴い現役で活躍しているのはほんの数名です。3号車ビュッフェでは鹿児島酒造の芋焼酎至福をご用意しています。黒瀬陶磁伝承の味を堪能されていはいかがでしょうか。続いて、美しい黒をテーマに薩摩切子についてご案内いたします。薩摩切子とは透明のガラスに紅や藍などの色ガラスをかぶせ、これをカットして模様を施したものです。中でも難易度が高い黒は含有鉱物が多く割れやすいと言われていましたが、2006年に薩摩ビードロ工芸が黒色の発色に成功し、鹿児島名物の黒に仲間入りしました。ちょっとネタバレっぽくなってきたので、ここから先は後付け実況をさせていただきます。九州は世界で36番目に大きい島と言われています。そういう意味での36ということなんでしょうね。ちょっと話は変わりますが、ここ日豊本線はちょっとなんか線形が悪いのか分かりませんが、すごい揺れるんですよね。鹿児島中央に行くまで413系の普通列車に乗ってたんですが、すごい揺れましたね。結構ジョイントもしました。そして昼食はうどんです。ここは大隅大川原駅。ここで長い時間止まるので、ちょっとなんか携帯のカバーが剥がれかけていたので、なんかこういうなんかヒラヒラヒラとつってしまったんですが、ここでしばしの買い物ということになります。普通列車の本数を見ていきましょう。昼間の時間帯はほとんど走っていません。昼間は特急霧島の独壇場でしょう。跨線橋から36プラス3を見てみましょう。こんな感じですね。6両編成、一応787系の名残は残っているっていう感じですね。大隅大川原駅、まさか降りられるとは思っていませんでしたけどね。ここでちょっと食べ物を買いました。大隅大川原駅を発車します。多くの人に見送られて発車。今回僕が乗っていた36プラス3に報道の人がね、何人か乗っていらっしゃったんですけども、実際にテレビで放映されたそうです。地元の鹿児島のテレビ局だそうです。さっきちょっと今カメラマンの方とかいらっしゃいましたね。そして地元の方に手を振られています。こちらも手を振り返していました。とても温かいお見送りです。もう一つの停車駅、青井岳駅です。
こちらも普段特急は止まりません。ちなみにここは3両が限界なんですかね。1号車から3号車はドアは開きません。なんか鉄道ファンだから目の付けどころが違います。出発すると35のエピソードと書いてありますが、36プラスさんの紹介や、あとはその近くの地元の名産品を紹介しています。一番長いのが博多から鹿児島中央間、なんと視察オレンジ鉄道を走るんですね。こちらは南宮崎駅、あちら側には普通列車宮崎駅が出発しています。今回の紹介は一部にしか過ぎなかったかもしれませんが、いかがだったでしょうか。いや、まだ乗ってみたいなと思いましたね。今度は別のルートで乗ってみようかなと思います。まあもちろん機会があればですが、皆さんもぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。終点の宮崎に到着です。とても快適に過ごすことができました。ご視聴ありがとうございました。